じゃなくていいね。余裕のない二人だったし、気づけば喧嘩ばっかりしてさ、ごめんね。ずっと話そうと思ってた、きっと私たち合わないね。二人きりしかいない部屋でさ、あなたばかり話していたよね。もしいつかどこかで会えたら、